皆さんこんにちは。今回はセネドラさん主催のウサギのレース大会みたいなちょっと参加してるんで、ちょっと動画に、しようと思いまして、今撮っています。これセネドラさんが企画してきたウサギまみれの会っていうやつなんですけど、22時半に始まちに集まって、で今22時40分ぐらいで、でこの後なんかスクショするみたいですね。みんなウサギに変身してスクショして、で23時頃に11層の2に移動して、なんか3周ほど回ると書いてありますね。でまあ11層の2の時計回りでまあ行くっていう感じでなるんですけど、優勝者は王冠ウサギになってもらうと。まあ進行グダグダになるかもって言ってるんですけど、まあ別に動画編集すればいいだけなんで、まあそんな、まあ俺には別に不都合はそんなにないというか。あ、もうここでスクショすんのかな。みんなウサギに変身してって言ってますけどね。でさっきね、ちょっとね、動画撮っていいですかってちょっと言ったらね、みんなぜひ撮ってということで、撮らせていただいてます。ちょっとこれ、どのウサギに変身しようかな。これ今エイプリルフールイベントってことで、ウサギに変身するアイテムがもらえるんですよ。でこれでね、変身するとね、移動速度がね上がるけど、まあ敵に攻撃はできないんですけど、なんか道中のモブ狩り終わった後に結構走ることあるじゃないですか。敵何もいないけどめっちゃ走るところとか、ああいうのね、結構ね、いっぱい走れたりするんで、あ、こういう感じですね。今ちょっと王冠ウサギのやつ、使ってみたんですけど、で、これでね、復帰生の方とか、この映像を見ると、驚くと思うんですけど、この光景。はじまじに、ウサギがいっぱいいるんですよ。もうなんか当たり前であるかのようにちょっと話してたんですけど、まあ見ての通り、ウサギが、ものすごくいっぱいいると。でまあこれね、ウサギね、どうしよう、まあ誰か、多分タッチすると誰かってわかるんですけど、すいません、ちょっとタッチさせていただきます。こういう風に出るんですよね。こういう感じで、まあ誰だかわかるとなんかだんだんオムライスに見えてくるってやば、気持ち悪いこれ気持ち悪いって言っていいのかな、これえ、これみんな、何これ、リボンになんないとあかんのこれ。ちょ、リボンになる気持ち悪いって他にも言ってる人いるし、これ、ま。俺だけじゃなかった思ってたの。ちょ、言っていいかわかんなかったよ。やば。あ、これ、あ、これ通常攻撃ボタンだったとこ押すとね、これ戻っちゃうんですよね。これ、どうやって取んのこれ。これ、こう取んのこれ。これ、こういう感じ、こうでいいのこれ。どっから取ればいいのこれ。ちょっと待って。ちょっとスクショ確認してみよう。あ、これセネドラさんここにいるけど。これでいいのかな。これでいいのかな。あ、いいのか。まあまあいいか。あれ、あ、バグったんかと思ったら、これビューモードであることを忘れてただけでした。お、みんな変身が解けますね。ドンドンドンつって、もうなんか音がすごいキュイーンとボンがやば。うわー、気持ち悪い気持ち悪いどうなってんだマジで。このウサギのクッキーさ、いつまでなんだろう。5月15日。あ、結構あるんだ。5月15まで使えんのこれ。このアイテム結構ね、やっぱさっき、なんか道中のモブ狩りで、さっき言ったっけ、なんか敵いないところです、こう、猛ダッシュするときにいいっていうやつ。移動にいいよね。で、すぐさ、この変身してもさ、溶けるじゃん、これ。ボンつって。めっちゃ便利で。あれ、これまた何、ウサギになるのこれ。普通のウサギ？あ、次普通のでさ、これなんか、クマのぬいぐるみ着てる人もなんか紛れ込んでる。お、次、王冠行きましょう。スクショ回なんだろうけど、全然スクショしてない。あれ、これスクショするタイミングだったのみたいな感じ。あ、ま、ちょっと、あれか、スクショしとくか。まあでも動画撮ってるからさ、
もう映像これ収められてるから、まあスクショいるのかって話になるけど、気持ち悪いやば、王冠がいっぱいある、借りたい、本当だよきっしょおもろ。あ、もうナウって言ってる人いるね。あ、なんか IF あんまやってない人のために言うと、この始めたての人とかね、そういう人のために言うと、このナウっていうやつ、この何月何日って、これあのしめじっていうアプリで、あのナウってひらがなで打つと出てくるんですけど、あのウサギ飼った時にね、これをね打つんですよ。で打つと、あのウサギって、まあ、基本的にあの海藻フィールドで10分おきに現れるんで、まあ、それでね、あ、そろそろウサギの時間かなつってこう変わる感じですね。で、まあ、迷宮区なしの海藻だとなんか30分おきに出たりとかもあるんですけど、まあ、基本的に10分おきで、すごいね。なんかあの花火まで花火まで上がってなんか盛り上げてくれてますね。騎馬王公園騎馬王様公園に行くの。わー、なんかすごいシュールこれ王冠のウサギ、ここいっぱいこっちいっぱいこっち来るのやば、マジで昔の IF しか知らない人が見たら本当にびっくりするよな。これね、エリア移動するとね、溶けるんですよ一旦、このウサギの変身が。もうまた変身すんのかなこれ。もうみんな一旦この変身が終わってる状態ですね。このね、騎馬王様公園っていうのもわけわかんないよね。この騎馬王の銅像があってさ、こっちにもこうあって、で、これね、階段登るとね、上行けるんですよ。あ、これみんなちょっとスクショだからここ離れらんないかな。まあ、一旦ちょっとこっち行っちゃいますね。本当はスクショ会だからこれね、集まんないといけないんですけど、まあ、ここでね、通常攻撃ボタンを押すとこうやってね、あの上に行けるんですよ。あ、でもこれ戻れないんだっけ。あ、戻れないのかこれ。あ、しくったな。まあ、ここね座れたりするんですけど、あ、こっから何、下飛び降りれる、飛び降りられるんだ。おお、いいね。これ俺もちょっと変身してやばいやばめっちゃ並んどるやべえやべえやべえ、ちょっと取っとくか。うわ、めっちゃ整列しとる。これいいね、このさ、段差の上に乗ってっていう感じだと並びやすい感じしますね。これせっかくだからね、セネドラさんも収まるようにちょっと取ろうかなと。やっぱセネドラさん主催なのでビッグモーターみたいに並んでやべえ、なんかあっちになんか誰かいるお、これ結構目の前で、あ、落ちた、これか。で、結構アップで撮った方がいいかな。ちょっとこっちのちょっとアップでも撮って、お、みんな変身解きましたね。これで撮っていきましょう。まずちょっと全体映す感じで、で、これちょっと、それぞれ映していく感じで、みんな撮っていきましょう。いいね、いいね。これあれだな、先にスクショ会の方、動画、まず1個目上げて、その次にレースのやつ上げようかな。じゃあ、11の2に移動しますということで、まあそうですね、こっから始まちに行って、天維碑から、1の砂漠、これですね。